はい、どうもりょうへいです。お願いします。本日は亀井スポーツ所沢店に来ております。でその中で僕といったらグローブなんでグローブの紹介をしていくんですけれども、安くなってる上に最高級のグローブを見つけたので、ちょっとそちらを紹介していこうと思います。それではやっていきます。はい、でそのグローブがこちら。はい、ザナックスのトラスト X になります。はい、こちらザナックスの中でもかなり最高級の部類に入るグローブの種類となっております。でこちらカラーが黒でラベルが3色使われてるんですね。黒にシルバーに赤。普通ザナックスのラベルだと、XA ってシンプルに書いてあるやつだと思うんですけども、ここに斜めにザナックスと入っているグローブです。でこちらすでに片付けがされているグローブで、なおかつ公式用なんですけど、もう閉じるグローブになっています。片付けされていてもこの針ですよ。でもうされているんで、ちゃんと関節がついているグローブになっているので、即戦力グローブですよね。買ってすぐに使えるグローブとなっております。でさっき安くなってるって言ったじゃないですか。安くなってるって言ったのが 25% オフになってるんですよ。最高級のトラスト X がまさかの 25%で片付けされているので、すぐに使える。最高じゃないですか。これ1個だけじゃなくて、あと残り2個ですね。だから合計3つですね。今紹介して手元にあったのと、こちら2つが、現在セール中となっています。であとの残りの2つのうち、ちょっと1個こちらも内野用で H ウェブの小型タイプですね。だいたいセカンドとかショートが使うような大きさのグローブで、こちらも片付けされていて、これはしっかりと親指も小指も効いてるグローブになっているので、土手が崩れにくい片付けがされているグローブです。ザナックスさん、結構軽いしっかりとしたイメージの上にさらに軽いので、これも結構長持ちするグローブだなっていう感じがしますね。で最後が外野手用のグローブとなっています。こちらはよく開くような片付けが、結構こういう V の字って言ったらいいかなになってる片付けがされているグローブで、開いてよく閉じるような片付けとなっています。でちょっと特徴なんですけれども、上の T 字の部分が短いんですね。ここが短いのでちゃんと引っかかるんですけれども、その面積が短い分、多少なりとも軽くなったりとか、分厚くないので操作性も良くなるんですけれども、しっかりと最後の方は先端でもつかめる、ここに残ってくれるっていうようなウェブをしています。そのイチロー選手が現役最後の方なんかは、もともとここ全部紐だったはずなんですけれども、こういうちょっと小さめの T 字タイプに変えたっていうのがあるので、そこからまたこういうウェブも流行り始めたといったようなグローブですね。こちらがこれ公式用なんですよ。ザナックスのザナパワーシリーズっていう公式用のグローブで、品質はちょっと落ちるんですけれども、その分安いんです。ザナックスのグローブでまさかの 28,620 円、公式用ですよ。公式用でその値段となっているので、ボーイズとかシニアを、始めたばっかりの方、入団したばっかりの方とか、高校生でも、公式野球やり始めた方なんかは全然このぐらいの値段のグローブ最初に買って、ポジションが決まるまでですねっていうのはいいのかなっていう感じですね。で硬いですね。結構皮も全然しっかりしてるので、僕からしたらこれ最初のグローブでも全然いいかなって。であとはあんまり黒いグローブに紫のステッチとかラベルってあんまり見ないので、そういったところも少しずつおしゃれできているのかなっていう感じがします。で結構量があるんですよ。1、2、3、4、ちょっと黒入っちゃってるんですけど、5個で黒だけなんですよ。5個っていうのは単もあります。単がこれですね。1、2、3個。はい、安いグローブがたくさんあるって、安いとすぐ買われちゃう可能性があるんですけども、でポジション的にも5ラウンド、内野、これは外野かな、ちょっと小さめの外野だったりとかっていうのがあるので、そのポジションに合わせても買うことができるっていうのはすごいいいかなと思います。で、神井さん、所沢店でオンラインストアの方を開設したということで、こちら、主に小物系のものになるんですけれども、こちら5000円か6000円以上買うと送料が無料になるということです。神井さん結構駅から遠かったりとかっていう場所なので、雨の日なんかは正直来づらいかなっていう人もいるかもしれないんですけれども、問題ないです。これでオンラインストアがあるので、特に小物系にはなるんですけれども、そういったところでもお買い物ができるので、ちょっと皆さんチェックしてみてください。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペサントのナイア公式用になります。視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が多いと思うんだね。でしかも僕あえてこれにしたのが、カラーリングも高校生使えるカラーリングなので、あえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです。この動画なり、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです。デサント、今並行してモンタナさんの現代モデルも8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです。そうです、現代グローブ欲しいです。両方でもいいですよ。そうですね、コメントしてもらえて、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、そちらに再度やってもらえるような形です。常日頃から見ていただいて、そうです、いつ発表するかわかんないですよ。そうですね、いつ1万人差をいくかわかんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、結構いろんな情報、裏情報とか突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、登録しておいてもらえればいいかなと思います。そうです、お願いします。革自体もいいグローブなので、今回もね、前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル7式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。